フーアムアイ実況プレイ始めていきたいと思います。このゲームは対象年齢15歳以上らしいので、その辺は注意してください。虐待的な描写があったり、残酷な描写があったりするらしいので、苦手な方は控えてください。クリスマスの日に学校休んだ子に配布物届けに行くみたいな。虐待、時にそれは人生を180度変えてしまうほどね、恐ろしい。そんな恐怖を普通は身をもって知ることはないだろう。今宵、あなたは虐待の理不尽さをこの物語で感じるでしょう。という感じのゲームらしいんですよ、怖っ。おかしいな。メアリの家はこの辺りのはずなんだけど。知れねえ。こんなに大変なら配布物届ける頼みなんて断ればよかったな。もうすぐ雨も降りそうだし早く届けて帰ろ。道なりに沿って歩けばメアリの家に着くと思うんだけど。あ、セーブとかできねえんだ。操作説明。キャンセルキー今はまだ開けません。なるほどね。オッケー。まあなんとなくやって覚えるわ。うわ、結構雨降ってきちゃった。私傘持ってきてないのよね。傘借りられるかしら。ここがメアリの家。なんだか別荘みたいだ。なんかスカート履いてるから女の子なのかな。勝手に開いたな。怖そう。あれ、真っ暗だ。さっきの落雷で停電しちゃったのかな。何持ってたの？スマホ？懐中電灯持ってきておいてよかった。すごいな、用意周到だね。この雨じゃ当分帰れなそうだし、まずはメアリと合流しよう。そうだね。オッケー。エンディング2つあるらしいですね。この辺は調べられねえのか。じゃあなんとなく、まだ1階を確認し終えてない。ここ1階なの？あ、そういうことね。なんだ、この雰囲気は。ダメじゃない。まだ寝てないと。なんだ？その声。メアリですか？私は同じクラスのシレネです。今日はメアリが欠席だったので先生の代わりに配布物を もらってきました。あ、ありがとう。悪いんだけどこっちに来てくれない？どっち？あ、メアリ。どうも。今日は本当にごめんね。親がいない時に妹が風邪をひいてしまって。それで休んでたんだね。そんなことよりさっきの落雷で停電してしまったみたいだけど。そうね、雨が止むまでは家から出ない方がいいかも。でも真っ暗ってわけでもないわよ。壁にかけてあるのは全部ろうそくの火でつけてあるから。そうなんだ、危ないよね。でもここにいても退屈でしょ。この家結構広いから好きにくつろいでくれて構わないわよ。あ、そうなの？ありがとう。気が向いたらそうさせてもらうよ。せっかく友達来たんだから、なんかトランプとかやんないの？そうだ、シレネ喉乾いてない？飲み物なら出すけど。そうだね、ここまで歩いてきて喉も乾いてるし少しもらうよ。なんでメイドの格好してんの？不思議。あ、セーブできんの？こういうとこでセーブするシステムか。困ったな。苦手なタイプのゲームだな、どうやら。わあ、おっきいベッドで寝てる。私も寝ようかな。寝られないんだ。オッケー、行こう。ああ、どうした？この家かなり広いみたいだけど、メアリーって大家族なの？その逆ね。私と妹、それにお父さんの3人家族よ。そういうシレネはどうなの？私は姉と両親の4人家族。姉とは性格が真逆でよく喧嘩したりするけど。へえ、とっても楽しそうじゃない。羨ましいわ。私は結構妹と仲がいいから喧嘩なんてしたことないわ。早く元気な妹の姿を見るためにも看病しなくちゃね。いいお姉ちゃんだね。そっか、この停電の中は看病しないといけないんだね。
ま、あの子なら今頃元気に歌でも歌ってるんじゃないかしら。うわ、なんだ？なんだ？な、なに？頭が、痛い。ちょっと、しっかりして。なになになに？シレね、少しベッドで横になった方がいいんじゃない？だ、大丈夫。少しめまいがしただけだよ。地震？地震？うわ、なんかだいぶ地震起こってんな。何回も来るやつだ。揺れは収まった。みたいね。なんだ？え、なんだ？扉開かなくなってんの？地震が起きた時は玄関を開けておいた方がいいって言ってたわよね。あれ？開かない。閉じ込められた。もしかして、さっきの揺れで？どうしよう、シレネ。もしまた地震が起きたら。そうだね。まずはこのドアを開ける方法を考えないと。あと、ろうそくとかも消しといた方がいいんじゃない？無理だよ、私たちの力じゃ。お父さん、もう明後日まで仕事で帰ってこないの？そっか。私の親も出張で2、3日は帰ってこないんだよ。とりあえず私の部屋で考えましょう。わかった。妹は？妹の方に行かなくていいのか、まず。妹の無事を確認したくない？え？何の笑い声？今誰かの声がしたような。気のせいか。こっちとか行けんの？メアリの部屋から探してみよう。オッケー。どうして開かないのよ。あ、部屋も開かないの。どうかしたの？どうしよう、私の部屋が開かなくなっちゃった。鍵は入るんだけど回らないの。その鍵先端が折れてるのかもしれないね。ほんとだ、安い鍵だから折れちゃったのかな。どうしよう。メアリ、怖いなら私が動くから無理しなくてもいいよ。ありがとう、シレネ。任せて。一応メアリの部屋の鍵預かっていいかな。いいけど役に立つの？どうかな、役に立たないかもね。メアリの部屋の鍵を入手した。ああ、なるほどね。持ち物1、大事なもの懐中電灯。ゲームの進行度 4%。なるほどね、セーブはできないんだ、やっぱり。苦しいな。苦しい展開だよ。ま、とりあえずいろいろ調べてみるか。どうしたの？話そうか。この格好変かな？いや、変ではないこともないかな。友達来てメイド服で登場したらちょっとなんかパーティーでもしてんのかなって思っちゃうね。ほら、妹の看病しなくちゃいけないと思って。まず格好から意識してみたんだけど意外と似合ってると思うな。あ、そういうことね。だったらいいわ。かわいいかわいい。あの子お風呂でのぼせて風邪ひいてるのよ。あ、そうなの？お風呂に浸かりながら歌を歌いたい気持ちは十分にわかるんだけどね。何回も話すと。夜中に雷が鳴ってる時ってめちゃくちゃ怖くない？別に雷が怖いとかそういうのじゃないからね。いや、どっちでもいい、どっちでもいい。私、アメリカ出身なんだけど気づいた。あ、そうなの？だからメアリなの？日本に来た時は6歳ぐらいだったけど、英語はそんなに話せないの。それにここにいれば日本語しか使わないでしょ。そうだね。家に飾ってある花の絵綺麗だと思わない？山林ある青い花が忘れな草で、紫の花は何だっけ？アジサイとか？俺花全然詳しくないけど。ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあこの花の絵みたいなのが関係してくるってことか。こっち側もなんかいけんの？あ、いけんだ。作品名、ツルリンドウ。なんだそれ。ああ、これツルリンドウだった。ごめん、アジサイとか言ったけど全然アジサイじゃなかったわ。天使の像だ。像だ、右を向いてる。振り子時計だ。作品名、ピンクバラのブーケ。あ、これは見えないんだ。古いタンスは長期間使用されてないのか、ほこり濡れだ。中を確認する。中には服が数着畳まれて収納されている。使われてないのに服の上に鍵みたいなものがある。
ダイニングの鍵。お、ラッキー。あ、何？古いタンスだ。オッケー。もう一回確認は？ベッドの床版だ。長期間使用されてないのか、汚れが目立つ。あ、そうなんだ。これベッドの下の部分のやつ。あ、何？動かせんの？フックが折れてる。あ、ありがてえ。ちょっと、出て、戻って、これなんかに使うんだよね、多分。どこに持ってくんだろう。ここら辺かな。なんか高いものは取りたいときないもんね。今んところ。なんだろうね。この時計かな？振り子時計なんかすんのかな？天使の像だ。台座のプレートに、77と書かれている。なんて書かれてんだろう。ちょっともう一回だけやっていい？あんま、あれだと思うけど、まだ。これ何すんだろう。こっちが持ってくのかな？フックが折れてる。あ、ちょっと待って。一回ここで使えるかやってみるか。ここで登れたりはしない。じゃあ、振り子時計っぽいよね。あ、登れたりもしないんだ。じゃあ、意味なかったわ。まだ、わかんないわね。ダイニングの鍵か。なんか、鎧が、お辞儀してるみたいになってたっけ、もともと。とある探偵小説が、1巻から60巻近く並べられてる。すごいね。そんな、あるんだ。あ、作品名忘れなぐさ。これが忘れなぐさか。絵本関連の本がずらりと並べられている。オッケー。スコップだ。土木作業用のシャベルだ。使われた形跡はない。そっか。なんで血塗られてんの？天使の像だ。左を向いている。関係ありそうだな、めっちゃ。あ、これセーブ？ありがてえ。うわぁ、なんか、うわぁ、なに。うわ、びっくりした。なんか行けるとこいっぱいあるなって言おうとしたのに。ダイニングの鍵、ここで使える？ここでは使えない。オッケー。なんで落ちてきたんだよ。怖えな。どこがダイニング？ここ？ここダイニング？あ、ダイニングなんだ。ダイニングの鍵を使用した。ここがダイニングか。大皿だ。まだ洗われてないのか、汚れがついている。小瓶だ。中には何も入ってない。青バラが生けられてる。シンプルなデザインのシンクだ。木製のまな板だ。収納スペースには調理器具が収納されてる。キッチンコンロだ。火はつかない。オッケー。傷だらけの棚だ。調味料が十数種類収納されてる。うわ、なに？背丈と同じぐらいの観葉植物だ。オッケーオッケー。もうこの程度だったらビビんないよ、俺。一般的な食器棚だ。数十枚のお皿が収納されてる。よく見るとブラウン管テレビだ。電源がついてる。マッチがあるな。あれ？今停電してるんだよね。テレビなんてつかないはずなんだけど。ちょっと貞子的なこと出てくる？うわ、なに？え？なに？映像だけで見せてくるタイプね。お父さんとかなのかな。あー、そういうこと？付き合い始めたよみたいなこと？ S、わかんねえけど。で、この屋敷に今住んでるよってこと？で、仲良くなってきましたよってこと？あ、クリスマスだ。プレゼントだ。開けてんのか。わー、テリービアがいっぱい。かわいい、こいつ。三人の妹たちがいるってこと？今のは？いや、何なのかわかんないね。私疲れてるのかな。マッチ持ってこう。未使用のマッチケースが置いてある。あ、持ってかないの？あ、よかった。持ってくよな。傷だらけの引き出しだ。救急箱が収納されてる。
ちょっとたびたび驚かせてくる感じはあるんだね。覚えとくわ。マッチどうする？逆に。これ2階とか、まだ1階探索し終えてないもんな。何かお話できるかな？私のお母さん2年前に亡くなってね。仕事中に火事が起きた。放火だって聞いたわ。もう犯人は捕まってるらしいんだけどね。そっか。見た。なんかあるんだろうな。鼻がなんか関係してくるんだろうな。メアリーの部屋の鍵。鍵穴が通らないか。マッチ何に使うんだろう。とりあえずセーブここで入れといて、火をつけたいな、何かに。天使が右を向いてる。ツルリンド。2だね。あ、そういうことね。まあでもまだ数字とか出てきてないから何とも言えないんだよな。でも忘れなくさ、3輪だっけ。3だよね。この花びらの枚数だったりすんのかな。他なんかできることあるか。あ、またなんか書いてあるな。全然わかんないんだよな。マッチを何に使うんだ、まずは。ここでは使えない。ここ開いてたりする？メアリーの部屋の鍵。ここでは使えない。じゃあ、ここはまだ何もできない空間なんだ。あ、ちょっとぐだぐだし始めてる？もしかして俺。ここもう一回入って、他なんか、傷だらけの引き出しだ。救急箱は収納されてる。あ、持ってかないの？そんだけか。他行ける場所あったりすんのか、もしかして。こっそり。なんか調べられる場所あんのか？火をどっかにつけんだよね、でも。小瓶とか持ってかなくていいってことなんだもんね。ちょっとメアリちゃんに話聞くか。マッチどこで使うんだろう。一回もうだいぶ探索したけどな。いや、変ではないよ。やっぱもうこの、右を向いてる、右を向いてる、左を向いてるもあんまよくわからんしな。何もしない。ここに火をつけてみ、あ、間違えた。火をつけてみるとかできる。できないか。中を確認する。関係ないんだよな。汚れが目立つ。なんか上、高いものが取りたいわ、みたいな感じじゃないんだもんね。今んところ。どうすんだろう。フックが折れてる。これどうすんだ。何があんだ、ここに。ここに火つけてみたりする？使えないんだよな。一回ちょっと鼻登れるかやってみるか。あ、登れねえんだ。わあ、さっぱりわからん。ちょっともう一パターン試したいことがあって。あ、でも無理だな。こっち行けないんだもんね。ここのなんか、黒くなってんのなんかあんのかなと思うんだけど。そういうわけではないのかな。もう行けんのかな。飾るためのフックが折れてる花の絵。これは花の絵ってだけだもんね。これなんか、意味あんのかな。ベッドのとこ登れたりもしないしね。うわ、全然わかんね。あ、長身に違和感を感じる。あれ、こんなんあった？前回。これじゃん。さっきも時計触った気がするんだけど。なんかフラグが立ったのかな、どっかで。すいません、ちょっとグダグダしてました。で、長身に違和感が感じるならこれで取れるよね。この時計の針なんか変な感じする。針の代わりに何かつけられてるみたい。鍵か。書斎の鍵、ラッキー。あ、降りたんだ。じゃあ、書斎行ってみるか。あの、入れなかったとこだよね。めっちゃ見るじゃん。まあまあまあ、全然変じゃない。たびたび話しかけては行きたいんだけど。とりあえずセーブしてから書斎だな。まず書斎行ってみよう。ろうそくは落ちてきてたし、書斎。書斎の鍵を使用した。ここが書斎ってことだな。小さな写真立てた。表面のガラスが割れてる。あら。うわ。これお父さんか。
裏を確認する。187392、トーマス・アブスみたいな名前だね。187392、1873、今から3年前の写真みたいだ。トーマス・アビウス、確かメアリの父親だよね。そうなんだ、メアリ・アビウスっていうのか。木製のクローゼットだ。シャツやスーツが収納されてる。書類を整理する棚のようだ。引き戸にお札が貼ってある。なんで？天使は示す、花瓶は散る。ダイヤ式の南京錠だ。ほう、わからんね。まだ天使は、あそこセーブできないんだ。天使は右と左を示してたな。頑丈そうな木の箱だ。中に包帯が入ってる。持ってかないんだよな、包帯とかも。日本語や英語の本が収納されてる本棚だ。何度も読み返していたのか。縁が黒く変色している本が多い。よく見るとブラウン管のテレビだ。よく見るか。ああ、上書きしちゃった。まあ、いっか。これだよな。天使は示す、花瓶は散る、花びらは散る。まあ、とりあえず天使が右と左とか言ってたけど、まあ、3と、2と3か。2と3。0023とかなのかな。あなたは左を向いてんだよな。台座のプレートには1なのかな、これ。四角四角1なのかな。021とかなのか。いや、わからんけど。忘れなぐさ。ああ、こっちじゃないか。021とかなのか。謎解けてんのかな、もう。100みたいな。1なんとかなんとかなのかな。右を向いてる。ツルリンド。花びらの枚数、これ何枚？ 1,2,3。1,2,3,4,5,6。12ってことか。ツルリンドが12ってことか。12かな。12かな。あ、そっかそっか、わかったわかった。ってことは、これは右を向いてんだっけ、こいつって。ってことは、丸々12ってことか。丸々12ってことか。今のところ。で、この左を向いてるから、1,2,3,4,5。5×3 だから15だね。で、こいつが左を向いてるから、1,5,1,2ってことか。合ってるかな？やってみよう。1,5,1,2。うわ、やった！冴えてない今日俺。引き戸が開いた。でも札が貼ってあったんでしょ。鍵のブレードを手に入れた。何それ。新聞記事を入手した。今年の1月の新聞記事みたいだ。1876じゃねえわ。1876年1月22日。朝刊12ページ。海岸で腐敗が進んだ遺体発見か。妹もう死んでんのか、もしかして。〇〇校〇〇市〇〇区の生徒が21日。エレン山付近の海岸沿いで死後1週間ほど経過した遺体を発見した。第一発見者の少年は浜辺で遊ぼうとしてたら人が倒れてるのを発見した。すぐに家に帰って助けを求めたと証言している。検察によると遺体の状態からして年齢はおそらく10代前後だと推測できるが、性別身元の特定などは判断不可であり、自殺または他殺の推測もできないということであった。なお現時点では現場で凶器などは発見されていない。うわ。うわ。女社長みたいな人いるね。なんだ、自殺でもしたのか。あ、放火か。誰が放火したんだ一体。この家の記憶みたいなのが入ってきてんのかな。うわ。助からなかったってことか。あ、クマ。お母さん。
文字ようやく出てきたな。幻覚なんかじゃない。記憶？今の放火事件は一体。そうだ、確かメアリが放火事件について何か言ってたっけ。聞いてみるか。後で聞いてみよう。そうだね。なんか鍵のブレード、メアリの鍵のブレード形状と似ている。あ、そうなんだ。鍵のブレード交換した。あ、そういうことができるんだ。じゃあメアリの部屋に入れるようになったんだ。新聞記事1って書いてあったから。うわあ、またかよ。なんで？新聞記事1って書いてあったから、新聞記事2も拾うことになるんだろうね。メアリー、メアリーの部屋の鍵見つけたよ。シレネ、どうかしたの？少し聞きづらいんだけど、メアリーが言ってた放火事件について詳しく教えてくれないかな。別に構わないけど、まあ、あの事件は解決されて犯人も逮捕されてるのよ。まあでも知りたいのなら知っている範囲で話すわよ。ありがとう。そう、忘れもしないわ。あのクリスマスの夜、あの日お母さんは夜遅くまで働いてたの。今日は最高のクリスマスプレゼントを用意してるから、みんな待ってなさいよ。お母さん。はーい。お母さんだいぶイケイケだよね。それがお母さんと私たちの最後の会話だった。最高のクリスマスが一転最悪のクリスマスに。くしくも今日もクリスマスなんでしょ。でもメアリ大丈夫？あ、ごめんなさいね。少し感情的になっちゃったみたい。いや、なるなるなる。こういうのなる。もう大丈夫よ。これ以上は詳しく聞かないでおこう。そうだね。とりあえずセーブして、メアリの部屋行くか。やあ、メアリちゃん。ごめんなさい。今一人にしてもらえないかしら。そうだよね。ごめんね。じゃあ、鍵開けてみて。メアリの部屋の鍵を使用した。入れるようになったけど、あ、セーブができるね。こまめにセーブができる。学校の教科書のようなものだ。背丈と同じぐらいの観葉植物は、これさっき調べたし、大きな振り子時計だ。そんだけか。扉付きの本棚だ。教科書や漫画、小説が並べられてる。漫画を調べる。恋愛 99%。 なんだそれ、数学の天才恋愛を解く。そんなことできるか。ここにある漫画全部恋愛漫画みたいだ。帰りに借りようかな。興味あんの？うわ、何？何？いや、でもちょっともうちょいこっち見ていい？小説を調べる。ウィンドフラワー。ここにある小説はこのウィンドフラワーだけみたいだ。ボタン一章、イラスト、まあなんかいろいろ書いてあるな。どんなお話なんだろう。ウィンドフラワーあらすじ。主人公アドニスは幼い頃から両親に虐待を受けていた。原因は3歳の頃に発覚した発達障害だった。アドニスの症状は自閉症スペクトラムという症状で、主にコミュニケーション障害を患っていた。そんなアドニスが両親から虐待を受け続けて3年。6歳になってもアドニスは両親から虐待されていることを誰にも話せないでいた。そんなある日、旅行から帰ったアドニスの叔父が連絡もなしに家へやってきた。偶然にも両親が外出している間にやってきたのだ。叔父はすぐにアドニスの腕のあざに気づいた。それから両親の虐待が発覚し、アドニスは児童養護施設に預けられることになった。日々の苦痛から解放されたアドニスだが、それでも両親のことが忘れられずにいた。そんな中、里親を希望する夫婦が現れる。アドニスはこの先、本当の愛、本当の幸せを手に入れることができるのか。これはアドニスの一生を変えた感慨深い物語である。なるほど。面白そうだな。虐待が主軸の小説みたい。うわ。続いてのニュースです。昨年12月に起きた〇〇会社放火事件で、逮捕状が出されていたコノリー・フィア容疑者38歳が、今日午後1時頃自宅前で逮捕されました。
警察によりますと、このリー容疑者は上司のパワハラに耐えられなかった。なるほどね。そこの会社に勤めてたってことなのかな。その後もうまくいかず、人生を狂わしたあいつに復讐した、と供述しております。警察はさらなる事情聴取と原因解明が必要であると表明しています。フィア。確かあの子の旧姓もフィア。まさかそんなことってありえないよな。ああ、そういうこと？お兄ちゃんとか弟とかなの？12日後。お前の父親が放火したせいで妻のユリは、あ、そういうこと、父なの。許せない。お父さん？いや、何その展開。じゃあ父親の方に行けよ。どうして幸せは続かないの？いや、もう何この話、わけわからん。間違いない、私は誰かの記憶を見ているんだ。でもあの光景は、どうしてメアリーの父親であるトーマスがあんなこと、トーマスがやってんのか。この家で起きたこと、メアリーなら何か知ってるかもしれないけど、今は聞けないし。今は聞けないも何も。うわ、メアリー？何？今の声メアリー？何かあったのかも。そうだね。調べてる場合ではない。オッケー。というわけで今回はこのぐらいにしようかな。メアリの悲鳴を聞いて、次回はメアリを助けるところからやっていこうかな。面白そうなので、やっていきたいと思います。あ、でももう進捗 44% なんだ。じゃあ、2パートぐらいで終わっちゃうのかな。というわけで、Who am I? ちょっと、重めの話ですが、面白そうなので最後までやっていけたらなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。